皆さん、こんにちは。大勢のアイドルが活躍した1980年代において、圧倒的な人気を集めた伊藤司さん。あの超大物タレントもファンだったという噂もあります。あまりプライベートを明かさないで今日まで芸能活動を続けてきました。今回は、伊藤司さんの私生活や芸能活動について調べ、まとめてみました。伊藤司さんは、1967年2月21日生まれ、東京都世田谷区の出身です。小中学校時代は下北沢駅から数分のところに住んでいました。幼少期に母に勧められて、5歳の頃から劇団ひろわに所属し、子役として主にテレビドラマに出演していました。子役として活動していた伊藤司さんが脚光を浴びるきっかけとなったのが、あの有名なドラマです。1980年のドラマ3年 B 組金八先生でした。同ドラマでクラスのアイドル的存在の女子生徒を演じ、人気を博した伊藤司さん。当時を振り返ると様々なことが思い起こされるそうです。撮影現場には中学2年生から高校3年生までいろいろな人たちが集まっていたといいます。そして伊藤司さんはその中でも一番年下だったので、みんなから可愛がられたそうです。あのセカンドシーズンで印象的な役、加藤優を演じた直江喜一さんには一緒にバドミントンをし、よく遊んでもらったそうです。この番組がきっかけで人気も急上昇したのですが、困ったのは朝、家の前にファンがたくさん集まってきたことで、学校に行こうとするとファンも一緒に学校までついてくるのだと言います。現代では大変問題となる行為ですが、当時は芸能人の住所が雑誌に載っていたほど個人情報はゆるゆるでした。そのため対策として、ファンが来る前に出発しようとしてかなり早く登校したそうです。結局は先生よりも先に学校に着いていたと語っています。1981年9月にトクマジャパンより少女人形でアイドル歌手としてデビューするなど大人気になりました。手掛けたのは音楽業界では有名なプロデューサーである三浦光則さんで、作曲を担当したのは南こうせつさんです。同シングルはオリコンチャート最高5位にまで達しました。1980年代を代表するアイドルに躍り出た伊藤司さんの陰には敏腕プロデューサーの力もあったようです。当時伊藤司さんは14歳だったこともあり、21時から放送されていた音楽番組ザ・ベスト10での生出演は叶いませんでした。そのため少女人形は7週連続ランクインを記録するものの、全てが VTR 出演という異例の対応が取られたのです。伊藤司さんを物語るエピソードとして次のような有名なものがあります。伊藤司さんと労働基準法に切っても切れない縁があるというものです。背景として法律上芸能人を労働者とみなすべき存在であるか否かという議論があり、みなした場合には労働基準法の適用が行われ、15歳未満の者の20時以降の労働が認められないというものです。伊藤司さんが活躍した時代にはこの議論がまだ成熟しておらず、テレビ局も手探りで自主規制として何時まで、また誰ランクまで許可すべきかどうかを模索している段階でした。このためアイドル歌手としてデビューし、15歳未満で歌番組でのベスト10入りも果たしましたが、当時のベスト10番組は20時以降からの生放送番組だったため、この自主規制によって生出演できなかったというエピソードがあります。前述の方法以外の対応策が取られたことがあります。例えばザ・ベスト10ではスタジオに本人に代わって等身大パネルを置くなどの対策が取られました。後に伊藤司さん自身が明かしたところによると、本当は極度の上がり症だったため、生放送の歌番組にはあまり出演したくなく、出演を断る口実として労働基準法を使ったというのが真相らしいです。後年そのことが大きな問題となり、若年アイドルの活動に大きな影響を与えたことについては後悔しているといいます。ただ少なくとも芸能界の働き方について一石を投じたことは間違いありません。また1981年10月19日付のオリコンアルバムチャートではデビューアルバム「司」が1位を射止める快挙を達成し、
以降も3週にわたって1位を独走しました。1981年12月1日にはセカンドシングル「夕暮れ物語」をリリースしました。マイナー調の珠玉のバラードはオリコンシングルチャート最高9位を記録するなどスマッシュヒットとなりました。その後も現代劇を中心にドラマに出演し、時代劇にもレギュラー出演していました。1984年にはレコード会社をトクマジャパンからリクター音楽産業に移籍、1986年まで継続して音楽活動をしました。1984年ジョジョ漫画家三橋千佳子原作の小さな恋の物語でチッチ役としてラジオドラマやアニメで声優デビューを果たしています。2002年、畜書房から発売された写真集でヘアヌードを披露し、ファンに衝撃を与えました。伊藤司さんの虜となったのは一般の男性だけではありません。噂によるとタモリさんも伊藤司さんの大ファンだといいます。笑っていいとものテレフォンショッキングでは、伊藤司さんをゲストに呼ぶために企画されたともまことしやかに噂されています。タモリさんの思惑通り、伊藤司さんは同コーナーに1985年と1987年の2回出演しています。女優に歌手、声優など幅広い活躍を見せ、世の中の男性を魅了する伊藤司さん。1994年に結婚しましたが、お相手の情報は明かされていません。芸能人同士の結婚であれば必ず情報は出ますので、伊藤司さんの夫となったのは一般人のようです。気になる馴れ初めも明かされていませんが、幼馴染だと言われているようです。幼馴染と結婚するアイドルなんて少女漫画やドラマの主人公のようです。しかし1994年に結婚した伊藤司さんですが、人知れず離婚していたようです。離婚した時期は明かされておらず、いつの間にか伊藤司さんのプロフィールが独身になっていたのだといいます。結婚の時と同じく離婚についてもほとんど何も明かしておらず、もちろん離婚の原因も不明です。ただ以前伊藤司さんがバラエティ番組に出演した際に家事をしたことがないことが明らかになっています。そのため家事ができないことに加えて価値観の違いが離婚の原因となったのかもしれません。結婚や離婚などプライベートについてあまり明かすことがない伊藤司さんに、お子さんはいるのでしょうか。そこで調べてみましたが、伊藤司さんに子供がいるという情報は見つかりませんでした。伊藤司さんは結婚しても芸能活動を続けていました。家庭に入るよりも芸能活動の方を優先するために子供は望まなかったのかもしれません。1986年に歌手活動を休止し、俳優業に専念していた伊藤司さん、それから約20年ぶりとなる2006年に歌手活動を再開し話題となりました。2010年には1980年代の芸能界を共に盛り上げた薬丸秀美さん、荻野目洋子さん、河合園子さんと化粧品の CM に出演しています。いつまでたっても話題に事欠くことがない伊藤司さんは現在も俳優として活躍中です。ここ数年だけ見てもドラマや映画、舞台にバラエティと大忙しのようです。その活躍ぶりは1980年代に活躍したタレントでこれだけ忙しい人は数えるほどしかいないのではと思うほどです。これ以上ないほど仕事が順調な伊藤司さん、きっとプライベートも満たされていることでしょう。ひょっとすると再婚なんて日が来るかもしれません。伊藤司さんは現在でも芸能活動を続けていらっしゃいます。金八先生でブレイクをしましたが、一時期低迷した時期もあり、少し忘れられてしまった感がありましたが、伊藤司さんは地道に芸能活動を続けられています。民放での番組、ドラマ、映画で伊藤司を見かけることは少なくなりましたが、最近ではインターネットメディアのサンケイワールドビューにゲストコメンテーターとして出演をされていました。また BS 富士のクイズ番組クイズノーベル賞にも回答者としてゲスト出演もされています。舞台ドラマなどの出演は脇役で毎年数多く出演されていますので、伊藤司さんは現在でも順調に芸能活動を続けられていることがわかります。現在も X の投稿頻度が高く、カートプロモーションの広報活動を頑張っています。舞台でのオフショットから
プライベートでの一コマまで、ファンにとって伊藤司さんの日常が垣間見える情報源となっているのです。また共演者との仲の良さが伝わるツイートが多いのも特徴です。1980年代を代表する人気アイドルとして活躍し、現在は俳優として活動する伊藤司さん、今後の活躍にも期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。